パンパンじゃないですか。すごいね。で今そこにこれでつくじゃん。つ、いた状態でずっと泳いでくる。はい。それで乗ればグワーンでもういいって言うことです。ああ、そうですか。あ、餌なんでやってんのそれ。アミエビの大きい。ああ、そうか。カニとかじゃないんだ。そんなの。エビが一番安上がりで当たり取りやすい。うん。そこんだけ出るんだ。あ、出た。あ、見てた。あ、やっぱり折れた。先端が折れた。え？あるの先端が今の。あれ折れちゃった？うん。あ、そう。あんな、あんな抜け方したの。太い針の方がいいだってさ。うん。何号使ってるの？7。チヌバリじゃないの？いや、違う。これはマス。伊勢山かないか？なんでね、マス。あ、マス？へぇ。あ、そういう針を使うんだ。じゃあ針が細いんだ。まあね。うん。別に細くなくてもいいだけどね。うん。あの、川で使うやつなんでさ。うん。これで春になれば、川へ持ってたから。あ、そうなんですか。うん、ってことですね。今日はね、肩がいつもよりね、一回りだと大きいの。つまりいつも取ったしみたいな数が出るじゃん。これだもん、魚が大きいじゃん。うん、魚が少なくなるんでさ、うん、大きくなるじゃん。うん。来、うんうん、話を聞いてたらたくさんあげてて今中見せてもらってびっくりして、うん、うん、おかしくてね、うん、これ2歳だと思うんだけどね、うん、そうだね、2年生だね、うん、こればっかでね、ヒソの釣れないんだよ。あ、そう、ヒソのいないみたいでね、普通ならね、今頃もう今年生まれたもん、相当のそれこそ手のひらでは小さいような、そう、もうね、今頃になったらね、タバコサイズならいい方で、うん、マッチ箱サイズって言われるぐらいのね、魚になっちゃうよね。これ全部こんなんばっか。おお、ちょうど、たくさん出てるの。うん。ねえ。これで今日、昼から来てね、10枚目。おお、そう。へえ。ねえ、餌も、萌え火とか、ねえ、オキアミとかじゃ。オキアミだよ。オキアミでしょ？うん。だからそんなだったらね、普通のと審査だもんね。うん。ほとんどそうです。それから、メジナもいないんだよ、今年。おお、そう。うん。ねえ、その餌じゃ普通はメジナかフグにどんどん来てるんですけど、そうそういう餌取り少ないんだけど、うん、ほとんど餌取りない。ああ、そう、じゃあ楽だね、釣ってて、うん、今日よう釣れとるっつったで、今あるの3歳ぐらい、みんな今日釣れとる、ね、あってるね、当たりがちょっと小さいけど、あのそこ這わせりゃイグイみたいな感じで釣れとるって、そう真っ黒かった、両方出たの、こっちも分かった。困るね、どっち狙っていいか。両方こっちから。ああ、外れた。針が悪いから。かっこ悪い。さっきも外れたばっかりじゃん。あ、そうですか。うん、でさっきは針の頭が折れたもんね。折れたんだよね。うん、あ、それからもう一回外れた。またすっぽ抜けやってね。うん、かかってすぐ。今またこいつ。すごいね。肩がこの肩ならいいもんね。うん、これだけ肩が揃うの珍しいだよね。あ、はい。
順調だね。何どんなにしてるじゃん。ちょっと大きい。トラリさんに行きや。これいいじゃん。ねえ、これはいい。3歳ぐらい。タモ欲しいけ。ねえ、タモ欲しい。ちょっとおい。あ、行っちゃって。我が家これ行っちゃって。いいけ。ちょっと柔らせや。え？ちょっと柔らせや。うん。上がる？でも、これも。下げ始めたら余計いいもんな。はい。また連れて、連れちゃいます。